さあやっていきますかね。花と咲かせよ乙女の意地で、ということで桜田線実況第5話のその2ですね。いきましょうね。ゲームの実況してはいるんだけどね、なんつうかゲームを するのをの言い訳として実況を撮ってる感ある、ありだな。うん、ゲームしたくてゲームしてるけど、ゲームしたくてゲームしてるなんてそんな時間は許されないから、せめて実況にするかみたいな。よくわからん、よくわからんことを言って。スミレ君どうした？強い霊力を感じますわ。魔力。なるほどね。ゲームいろいろあるじゃない。最近はもうほんとあのスマホとかでもさ、誰彼問わず当たり前のようにこうアプリをインストールするだけでゲームができるっていう、そういう状況じゃないですか。そんななんかあまりにもゲームがありふれすぎててさ、いやこれ怖くないよ、全然怖くないし、半端だな、半端。ゲームしすぎちゃっててさ、そういう中だとさ、逆になんかゲームするのもどうなんだろうなみたいな、なんかな、わからんでもなくない？わからんでもなくない？こうね、おしゲームやるぞっていう、そういう気持ちじゃなくさ、惰性でゲームやっちゃうんだよ。惰性でなんかこうやっちゃうんさ。それはね、よねーって思うんだ。ゲームをやるんだっつう、こっちでこうしっかりこうね、こっちの方も構えてね、構えて上で、なんかもうあの発売を楽しみにしててタイトルがあるとするじゃん。そういうタイトルをさ、めっちゃ待っててさ、数ヶ月ぐらい待って、1ヶ月ぐらいでもいいよ、待ってて、でゲーム屋さんでゲーム買ってきてさ、それをこうよしやろう、ピッとこう本体のね電源を押してさ、そうなんか飲み物とか用意したりお菓子とか用意したりとか、そういう楽しい瞬間がないんだよ。あるんだけど、あるんだよ、ある。別に PS4 とかさ、あの辺のゲーム買ってやる若くなってないお二人さん。そうじゃないな、あるんだけどそうじゃないんだなっていう、なっつったらいいかな、なんか人の魂を感じないゲームが多すぎる最近は。どうやってこれは作られてるんだろうかみたいな。それでもなぜかスミレ君を追ってしまう。これは俺のスミレ愛のなせる技でしょう。ああ、なんかすごい面白い。ちょっと待てよ、スミレ君。ちょっと待てよ。ちょっと待てよの、モノマネができない。ちょ待てよさんのモノマネができない。確かに。いや、スミレ君が悪い。それは言えない。いいんか、こんな上辺だけの、なんか、上辺だけの取り繕い方をしてもさ、本当にスミレのことを思うのであれば、多少なりとも厳しめに言うべきではないのだろうかということを思ってしまうけれどもね、どうなんだろうね。常に甘やかすのがいいのか？それでいいのか？それでいいのか？それじゃあダメだと思うんだな。本当にその人のことを思うのであれば、多少厳しめのことも言わないばならんと思うのですよ。まあ、言えないんだけどね。俺ぐらいになると言えない。どうした、スミレ君。クロノスかい？よし、行こう。扇風機ジャークにしてるのに結構音が大きいな。地下に行くみたいなことってなんだ？あ、隊長。なんだ、館内あってんじゃん。なんだって変化音。ちょっと待て、別にそれは。3人一緒に行こう。
そうは、それは無理だ。3人一緒に行こう。2人はもうほんとさ、ガキかみたいな。ガキか。ちょっと待てよ、カンナ。多少スミレクにちょっとこう、コラってしたいな。コラってしたいな。チョップでこう、コラってしたいな。最初はやりすぎだぞ。最初はやりすぎだ。この辺の寝室とか行ってみるか。せっかくだし。雰囲気が怖いもん。わかった。ちょっと2階行ってみる。わかりました。2階行きます。鍵のマークがあって入れないってことなのかな。2階個室。意外にすみれくんがなんか平気っぽいところが面白いね。意外に平気みたいな。あれ、カンナじゃないか。カンナに触るしかないけど。他何もないよな。ないですね。はい。どうしました？おーい、カンナ。おーい。おーい。おい、カンナ。よし。物音立てるのよ。まあ、普通に脇地がいる。倒せばいいんじゃない？あら、今天井から何か落ちてきませんでしたこと。まさか、ヘビ。ヘビー。うるせえ、ただの島ヘビじゃねえか。ただの島ヘビじゃねえか、うるせえ。脇地逃げる。はいはい。もうあなたのような役立たず女知りませんわ。私は敵を追いかけます。スミレを非常か、これは。カンナ好きの方には申し訳ない。これぐらいなんか強そうなやつは、なんか強そうなキャラはなんかつい一人で頑張ってくる。なんでもない。一人でもなんか大丈夫だろう。それに島蛇だったしな。え、ダメだった俺。スミレ追いかけてもダメだった。スミレじゃダメだった。先に行かんだか。大丈夫か、かんな。それは、そうなんだよ。ごめんね。すまんな。なんだって。バカなことを言うな。かんな、毒が回らないように腕を縛ろう。さ、袖をめぐって。こうすれば毒が全身に回ることはない。いつもの元気はどうしたんだ。さっき言ってたじゃないか。この世に怖いものはないって。あの元気はどうしたんだ。蛇だけはダメなんだ。カンナ、蛇を好きな人はあまりいないだろうけど、カンナの怖がり方はただことじゃないね。もう回想はもう謎回想が始まった。ガキの頃から修行修行。琉球空手。とにかく修行。親父の口から空手以外のことなんて一度だって聞いたことなかった。沖縄の空手って強いの？親父の背中を追って走り続けて。ほら、あのさ、楽しそうに遊んでる。あの音楽の世界だと割とさ、沖縄出身の沖縄ミュージカルアカデミーみたいな、ダンスアカデミーみたいなのがさ、あの結構沖縄のアーティストをさ送り込んでくるけどさ、沖縄の格闘家ってあんまいないよな。その時蛇に噛まれちまったのさ。総合格闘技とかさ、いるのかもしれない。いるはいるんだと思うけど、そのビッグネームになるほどの沖縄の格闘家っていないよな。沖縄空手の有段者がこう極真空手のなんたらかんだと思う。総合格闘技どうのこうの、そんなことはないよ。今俺がついてるじゃないかみたいな、そんなむやみにこう優しくはしない。
あえてそこまでこう距離を詰めないという、人によって態度を使い分けてますね。よろしくない、よろしくないな。それ難しいな。でも体調としてはさ、なんだ、優しいじゃないの。あいつもああ見えてきっと寂しがり屋なんだ。隊長の助けが必要なんだよ。あたやこのゾロだ。もしもの時は頼んだぜ。弱気なことを言うな、バカ。弱気なことを言うな。もしもの時はとか力尽きたらとかそういうことを言うんじゃない。いいか、助かることだけを考えるんだ。必ず助かる方法はある。これだけ広い屋敷だ。どこかに薬があるかもしれない。はい、さあ俺の肩に捕まってグズグズしてはいられない。薬を探してみよう。それと二度とさっきみたいなことを言うんじゃないぞ。あるわけねえ、蛇の血清なんてあるわけがない。こんな気休めでこんな気休めでなんとかなるんかい。とりあえず2階まで行ってみるか。2階客室。もう、どこ行きゃいいの？食堂かい？ 1 階かい？ 1 階行こうか？そしたら、したら1階行く？それ寝室とかにありそうな気がするけど、ガサこそ。じゃあ、ここに行くかい？寝室1に行ってみるかい？見るかんな！ベッドのところに救急箱！ほんまや。あ、ほんま。ゲット。最初から見ればよかったな。獅子。獅子打ち製薬のシグマドール。消毒薬。ただし、解毒作用だな。いや、何よりました。とりあえず塗っておく。あ、もう中身がない。もうカンナを置いていこう。え、ジグマロールっていうあの生薬があるよな。違うと思うぞ、これは。ジグマロールなんだろうな。ドクターケクシーカンナシスベシ。この辺怪しいな、応接間。違うね、全然違うね。名水滝の流れ今なんか冷静なツッコミをしてたぞ、カンナが。これも違う。あら、ドライパウダー。どこ、玄関ホールとかなさそうだしな。個室庫ないね。やばいやばい、急がないとスミレが怒っちゃう。どこどこ。2階食堂。もう残すところこれぐらいしかないぞ。あった、これだ。ここヘビに噛まれた傷だ。当たり前のことをしただけだよ。はいはい、また出れてる。いいから早く進みろ、早く進みろ。あ、ほんと行ってみるか。テク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 。スミレはどこだ。勝利。あ、スミレくんか。どうした。また始まった、また。はい、お札いっぱいまず剥がしていこうぜ。貼られまくってるお札をな。よし、もう少ししかやるぞ。またか。少尉、私の手の上に何か落ちてきたんですけど。私の手の上に。
このもぞもぞ感ひょっとして、くもーって可愛い。すみれさんが可愛くなってますよ。迫真の演技。しかもただのハエトリグモじゃない？ハエトリグモさんじゃない？さっきあんだけこのヘビでギャーギャー言っといて、これかい。合点承知の助。いやいや、ちょっと待って。俺はスミレを助けます。すみません、スミレさんはちょっとやっぱね、ああスミレさんやっぱちょっとほっとけないですもんね。逆に、あ、かわいい。こっち、だからダメか。冗談じゃなかったんだよ。あ、オッケーなの今の。ダメ。クモ毒を口で吸い出すとか意味のわからんことをしようと思った。少尉、これから話すことを誰も言わないって約束していただきます。あれは何年前でしょうか。まだ私が子供の頃でしたわ。あら、まだ髪が長い。神崎重工の社長、母は活動写真のスター。スター。二人とも娘の誕生日にさえ家にいられないほど忙しい毎日でした。うん、豪華なプレゼントなんか欲しくなかった。父と母さえいてくれれば、悲しくて寂しくて思わず庭に駆け出してしまったんです。はあ。その時うっかりクモの巣に絡まってしまって、その中の洋風の格好の服格好をしているすみれさんは一体いつそんな和物の服ばかりを着て胸元を開くようになったんでしょうか。実は、いやでも和物の服だよな。クモの気持ち悪さとあの時の不安と寂しい気持ちがまたかって、クモを見るとどうしても取り乱してしまうんです。そうだったのか。いや、その今俺がついてるじゃないか。カンナとの対応の違いよ。大丈夫、今度クモが出てきたら俺が必ず守ってやる。だから安心してくれよ。何をやっとんじゃこいつらは。すみれくん、どうした。傷が痛むのか。ちょっとめまいが。精神的なものでしょうね。抗不安薬を出しましょう。私がもし力尽きたら、ガンナさんをよろしくお願いします。お願いしますわね。子供っぽい人です。しっかりした人がそばにいてあげないと。少尉、お願いしますね。私はもうダメかもしれませんが。弱気なことを言うな。バカ、弱気なことを言うな。少尉、そんなことを聞いたら、ガンナが怒るに決まってるぞ。あたいが喧嘩したのは、こんな弱虫だったのかって言われているか。少尉。さあ俺の肩に捕まってグズグズしてはいられない。薬を探してみよう。熱い少尉さんがそこには。鼻の下が伸びきってますよ。1階の、あ、もう20分なる。20分なりますね。控え室じゃなかったっけ。一発正解って。よし、これで一気でしょう。当たり前のことをしただけだ。体調だからじゃない、当たり前のことをしただけです。もう褒めるな褒めるな。すみれくん
厳禁すぎる。俺の行動がちょっとこれよろしくないですね。今なんつった？パパッと飛ばしちゃった。パパッと飛ばしちゃった。パパッと飛ばして一旦こっち行ってみますかね。鍵とか閉まってんだけど、あれ何なんだろう。行ったことないところにどんどんズビズビ行ってます。鍵じゃないですか。え、何、何もないけど、これこれか、鍵か。あ、めっちゃスキップしてしまった。よし、一旦ここまで。20分以上は桜大戦がやらないよ。鍵を手に入れたからね。鍵を手に入れた。一旦ここまで。ベシッ。